店舗 B の田島です。この事業用定期借地っていう言葉は、土地活用に興味がある方なら誰でも知っていると思います。テナントに10年から30年の間土地だけを貸す、土地活用を考える地主さんにとって、一番人気のある活用方法ではないでしょうか。多くの地主さんが事業用定期借地なら、土地を貸してもいいと考えられています。ですが、実際には純粋な事業用定期借地の物件っていうのは実はあまり多くはありません。ここでいう純粋な事業用定期借地っていうのは、地主さんがテナントに直接土地を貸して、テナント自身が自分の店舗を建築する、こういう方法のことを言います。こういう説明をすると、事業用定期借地で土地活用をしている例たくさんありますよって言われる人も多いと思います。ところが、多くは純粋な事業用定期借地ではありません。もう一度確認すると、この場合の純粋な事業用定期借地っていうのは、地主さんがテナントさんに直接土地を貸すことです。ところが、事業用定期借地の多くは、地主さんがリース会社に土地を貸して、リース会社が建築し、そしてその建物をテナントに賃貸しています。ですから、地主とテナントは直接契約をしていません。これが純粋な事業用定期借地が少ないという理由です。では、何のためにリース会社が地主とテナントの契約に介入するのでしょうか。これには表面的な理由と本当の理由、二つの理由があります。でまず表面的な理由は、地主さんが事業用定期借地の貸し方を望むから。要するに、地主は建築投資をしないで土地活用をしたい。そして契約終了後には、建物を解体して、更地で返してほしい。この要望を実現するために、リース会社が事業用定期借地で土地を借りる。これが、表面的な理由ということになります。ですが、普通に考えると、テナントが直接借地をしても、地主さんの建築投資はしたくない。退去時は解体して、更地で返還してほしい。こういう要望は叶えられます。自分の希望する設計で、新築の建物を借りたい。こういうふうに考えるテナントだと、ほとんどの場合、自社で建築することに抵抗はありません。もちろん、初期費用を抑えたいというテナントさんは、新築ではなく、居抜き物件を最初から探します。それでは、なぜリース会社が事業用定期借地の地主さんとテナントとの契約に介入するのか、本当の理由をお話しします。でそもそも、最初に地主さんに土地活用を提案するために、何度も訪問して営業しているのは、テナントでもなく、リース会社でもなく、そして不動産業者でもありません。それは建築会社やハウスメーカーです。建築会社は、家主さんとテナントさんを仲介するために営業しているのではなくて、地主さんから、この店舗の建築の発注をしてもらう。そのために、何度も営業しています。ところが、地主さんは、自分で建物を建てるんじゃなくて、事業用定期借地を希望している。ということは、建築の発注をしてくれないということです。そういう意味では、建築会社からすると、地主さんというのは、お客さんではないということになります。そうならば、事業用定期借地の場合だと、建築の発注主は、テナントに変わると考えます。建築会社にとってのお客さんは、テナントさんになると思われますが、実際にはなかなかそうはいきません。なぜか、その理由を考えてみると、土地活用する地主さんっていうのは、家賃が高い、つまり収入が多いのなら、建築費が高くても事業収支が合うので、構わないということになります。建築会社からすると、地主さんはいいお客さんということになります。ところが、テナントが発注者となると、建築費については、当然精査します。この物件がいい物件だから建築費が高くても構わない。とはなりません。ですから、建築会社からすると、テナントは、高い家賃を出してくれるので、いい借り主には違いないですが、建築費には厳しいので、いいお客さんにはなりません。そこで登場するのが、リース会社です。リース会社は、テナントのように、建築費の精査はしません。地主さんと同じような考えです。つまり、収入が多いんだったら、建築費が高くても構わない。収支が合えばそれでいい。ということです。リース会社は建築会社から地主に支払う地代と
テナントから入ってくる家賃、そして建築会社に発注する建築費、この3つを提示されて収支が合うかどうかを判断します。そして、地主さんから事業用定期借地で土地を借りて、建築会社に発注して建物所有者になって、その建物をテナントに賃貸する。こういう仕組みです。で、私はこのロードサイド店舗っていうのは、テナントが払ってくれる家賃と、地主さんの収入、そして、建築会社の利益、これらをどういうふうに再分配するか、そのバランスで成り立つと考えますが、そこにリース会社の利益まで加わるとバランスが取れるのかなというふうに思います。地主さんにとって、事業用定期借地っていうのは、リスクの大変少ない、いい土地活用には間違いないです。ただそれはテナントと直接賃貸する場合です。事業用定期借地なら何でもいい。こういう考え方は、一度考え直す必要があるんじゃないでしょうか。これからもこの動画では地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。